成金部屋にしてやろう。これ出しまくってやろう。やば。皆さんこんにちは、あさひです。今日はあつぼり休みます。はい、しましょう。はい、しましょう。ピンクの公衆電話も可愛いな。うんうんうん。あ、ママも買おうかな。この人変わってる。お金持ちの気分。とびきり高そうな家具に囲まれて。へえ。この人にしよう。お。金蔵。笑ってもなんかこう。ミャン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 ってなってる。よろしくお願いします。やっぱお金持ちのところしか考えてない。さ、成金趣味金蔵様。やっぱお金のことしか考えてないよ。どんな家？素敵なイメージですねって。待って、作った人がいる。お家に、お家を作った人。本当だ、奥の方で。成金趣味の彼はどこがいいかな？ここか、こことか。あ、それもいいね。はい、こっちに決めた。お。わあ、良さそうなところだね。早く見てみたいな。もう。それでは金蔵様、良さそうな場所も見つかりましたし、あとは現地で進めてまいりましょう。へえ、ここが僕の別荘になるんだね。早く出来上がるといいな。金持ちだけど可愛いな。うん、ちょっとやっぱこの外観はしょぼいよ。成金趣味にはシャチホコとか。シャチホコって何？うわ、こんな感じ。招き猫。金庫だし。うわ、金しかないじゃん。うん、いいところ行ってるしな。すごい趣味をされている。楽しい。オッケー、じゃあ銀銀のやつを持っていきましょうか。まず全部出そう。お金持ちそうなの。すごいそれ。いいね、お金の。あ、喜んでる喜んでる。手叩いてるよ。あんまり住みたくないな、このうちは。シャンデリア。すごいな。もうこうなったらこってこての成金部屋にしてやる。ちょっとこれ暗すぎないかな。もうちょっと明るいやつがいいと思います。これとか。あ、床これにしようかな。すごい。やっぱ床これかな。さっきのそれなんかちょっとお上品だね。マネーな床でもいいね。マネーな床にする。金庫は一番見つかりにくい場所。わあ、ソファーが置けないよ。ごちゃごちゃで。わあ。助けて。うわー。指輪は、ここの上。んー、で、お金は、ここ。うん、いいね。で、お皿もここ。成金っぽくなってきたぞ。お金持ちってもっとお金持ちのもの持ってるよね。で、あとは、シャンデリアを真ん中に。うん。シャンデリアそんなにぶら下げる。まあお金持ちですからね。お金持ちですから。そんな家見たことないわ。これ出しまくってやろ。やば。テーブルにもバンバン置いちゃいましょう。いらんよもうそれ。いいね。あ、夜景ね。金持ちっぽい。夜景にしよう。いいんじゃないですかね、いいんじゃないですかね。え、わお。外もお金持ちっぽくしてやりますよ。でっかいテーブルを、あ、まじか。これをここらへん、これをここらへん。見て、これどう。うわ、これ直して。外のテーブルは何するの？ご飯食べるの？
しようかな。なんかここで眺めてね。ここはお食事かな。でこれはここ。お魚さんはここ。金の木、いいね。お、いけた。あ、それそれ、シャチホコ。いいね、成金っぽい。成金なのかな、これ。すごい。いいんじゃないですか。柵が気持ち悪いの、繋がってないのが。柵がなんか繋がってないのが気持ち悪い。なんかしたの？もしかして出来上がったとか？完成しました。どうもありがとうね。それじゃあ早速。おい、あちぴ、ちょっと待った。ほら、事務所でナッティさんが家具をピカピカにしたってのを覚えてる？実はおいらナッティさんから部屋の家具をピカピカにする方法を教えてもらったことがあるんだ。君の仕事に役立つと思うし、せっかくだから教えておくよ。やり方はすっごく簡単。 L、うん、L で準備したから磨くだけ。ピカピカにしたい家具があったら試してみてね。めっちゃしたいんだけどピカピカ。お、なになに、あ、家具磨きか。え、なに、一瞬だ。あ、かわいい。キラキラしてるじゃん。え、消せる。あ、そうなんだ。もうピカピカにしちゃいますよ。動画のエフェクトみたいな。全部ピカピカにしちゃいますよ。お、カニ歩きだ。どう？ママ。あ、いいんじゃない？ピカピカ。いいんじゃない？どうかしたの？もしかして出来上がったとか。完成しました。わーい！ついに出来上がりか。どうもありがとう。ずいぶん長い時間頑張ってたね。そんなに一生懸命やってくれたなんて嬉しいよ。いいやつじゃん。あ、ちょっとピッカピカや。すごい部屋。ピッカピカや。やば、社長の部屋じゃん。なんか撮っちゃった。全然顔見えない。いっぱい撮っちゃった。お部屋、あー、撮れなかった。やったかな。どうもお世話になりました。さて、今から何しようかな。君はお仕事ももう終わったんだし、ゆっくり休んでいっていいからね。なんか、成金っぽい服着せようよ。あー、いいね。アチャピはもっと豪華にしてやるよ。ギャングみたいだ。いいね。なんか逃走中の鬼みたいになってる。バラ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 。あ、いいね。赤がいいな。これとか。うわ、やば。アチャピギャングだ。こっちの方がいいな。うん、いいんじゃない。色違いで素敵よ。やば。怪しすぎる。じゃ、なりき、おかえり。どう？この仕事にもだんだん慣れてきたんじゃない？ミックスさん、おー、すごい。26,000ポ。あちぴちゃん、一生懸命お仕事してくれてありがとう。ほんと助かっちゃう。ただ、あんまり外れに。今から休憩にします。おー、強制休憩。好きなだけ気分転換してきてちょうだい。この島をぐるっと一周歩いてみるとかね。私もお散歩してこようかな。最近ちょっと運動不足だし。じゃ、また後でー。それはお土産チョコレート、甘くて美味しい。プレゼントにもおすすめ。
このあみあげチョコレートは1個8000ポッキか8万持ってね800ポッキかまとめ買いするとするとお得へえ3個うん2000ポッキも使っちゃう3300ポキやめときますやめるのかわいいのにそれいやあのお金貯まったら、はい、ねえちょっとあの人探していたくみさん、はい、あそういえばいるなんかいいのバーベキューしてるいいのバーベキューしたらジャペもこの間素敵な部屋をプロデュースしてくれてありがとうねよかったら大の感謝の気持ちを受け取ってくんない何くれるの赤いウェーブのラグだよあたいの部屋に使ってるのとお空なのあーあれねへえー、嬉しいでしょなんかたくみさんどこ行ったのどこ行ったんだろうねあ、トラあ、ほんとだトラが運動してる入れ替わってるはいあ、いたあ、あちぴちゃんびっくりしたちょっとね、あの建物を見ながら考え事してたの福島に使われてない建物がいくつも建ってるのを見たかしら私がここへ来るよりも前にこの島で進められていた土地開発で建てられてたものなんだけど計画が中止になったとかでそのままずっと放置されてるのよ実はその建物を活用していろんな施設を作ろうと思ってるの施設って何お店とかほら、図書館とか。たくさん施設が出てきて、この島が便利になれば、別荘の販売にもきっと。すごいドヤ顔してる。あれきっとプラスになるはず。すべての建物を生まれ変わらせるわよ。まずは事務所の隣のとこ、ことで、この建物を施設にしようと思って思うの。もともと校舎として設計されているから、やっぱり学校にするのがいい。はいよね学校だってそうと決まれば早速この建物を使わせてもらうための手続きをしなくちゃあと何件かお仕事をこなして別荘をお持ちのお客様が増えればきっと認めてもらえるはずよってことであちゃぴちゃん引き続きよろしく頼むわねじゃあ私は事務所に戻ってくるわ休憩が終わったら戻ってきて学校できちゃうよが楽しみだね今日はあつ森で遊びましたはい次回いよいよ学校が作れるみたいなので楽しみだねわかんないまだちょっとそうだねあの通う人が増えればってことだからもしかして別荘をもうちょっと建てたら作れるのかもしれないじゃあ次回もお楽しみにバイバイまた見てねまた見てね